では早速セミナーの方に移りたいと思いますがまず最初にですねあの日本耳鼻科ということで東海大学の耳鼻咽喉科統計部科学会准教授の浅野浩一郎先生に「加齢性難聴を介した共生社会の実現への取り組み」というタイトルでご講演をいただきますそれでは和佐野先生よろししくお願いいたします。 あの、本日本当にあの、暑い中、ご参照いただきましてありがとうございます。えっと、都会大学の和佐野と申します。え、ジ備会です。えっと、じゃ早速始めさせていただきます。えっと、まあ、このスライドのあの、表紙はですね、あの、WHO のホームページからお借りしております。この横にあの、アドレス載っていますが。 あの多くの方がなかなかそのデバイスをしっかりこうもらえていないといった形のものがありますので、まあ、世界中からししっかりとした介入を行おうといった形が進んでいるものでございます。 先ほど大森理事長の方からお話になりました a c j ジャパンの CM。これなぜ耳鼻科がこのようなことに取り組んでいるかということに関してお話をさせていただきたいというふうに思います。まず、えっと、こちらがですね、先ほどの WHO のホームページになりますが、そこからあのダウンロードできますが、えっと、耳の日っていうのが実は2021年に世界でも3月3日、日本ではもともと3月3日だったんですけども、耳の形に似ているということで3月3日に定められて、 このような非常に分厚いレポートが出ております。で、えっと、これはコロナの真っ只中ですけども、200ページ超えるしっかりした文書が出されまして、内容のは非常に厚みがあるものでございますが、まあ最初の方に、まあ1の4と最初の方に載っていますが、まず適切な管理を受けていない難聴によるインパクトっていうのがどういうものにあるかっていうと、まあもちろん聞くこととかコミュニケーションとかっていうことに加えて、 言語発話。この辺当然ですね。に加えて先ほど理事長の方からお話もあった通り、認知能力であるとか、教育、就労、社会的孤立や孤独、また精神的な影響ということも描かれております。それによってどのよう、どれくらいお金の損失があるかということを、これも WHO が主導して行った研究でございますが、 どれぐらいの経済的なロスがあるかということに関してまとめた論文でございますがさまざ、あ、まな医療、教育、就業機会給を得ると合わせますと1年間で9,811億ドルということで100兆,円100兆円を超えるといった形になりますかなりの多くの額になりますので1年間でこれだけの損失があるのでしっかりやりましょうといったことを世界的にも考えております 中でやっぱり日本っていうのは非常に当然ですけども世界一の高齢化率でございます。後期高齢者、超高齢者の増加傾向、また率の増加傾向というのは今後もどんどん続いていくといった形が予測されてございます。その中で2020年のこれあの図でございますが、この図は予防し得る難聴、予防し得る認知症というのが、ごめんなさい、認知症というのい大体40%ぐらいあるんじゃないかっていうのの中で、 難聴が8%つまり5分の1になりますけれども一番多い割合といった形のことが報告されております。これは今年ですねアップデートされまして45%に増えました。で、その中で難聴の割合は少し減ってはいますけれども えっと、やっぱり一番多い、公式決勝が今回、あの、トップタイに踊り出ましたけども、えっと、7%と一番多いといったことで、アップデートが行われていますが、相変わらずしっかり難聴に関しては、ま、あの、重要なものとして扱われてございます。 あごめんなさい。で、これ、あの、中年期の部分に書いてあるんですけども、この中年期の難聴が重要なのではなくて、中年期以降、なので、高齢者に関しての難聴もしっかりとした介入が必要といった形のことが明記されております。ええっと、まあ、様々な加齢性難聴の進行というのは、えっと、資料の方には細かいデータは載せておりますが、まあ、社会的孤立、うつ不安、認知症、また転倒や労働機会の喪失といったものにつながります。 これに関してしっかりやっていかなきゃいけないっていうことで、えーまあ、あの補聴器によって介入してみると、この認知症っていうのに関して、まあ、少し取り上げておりますが、えーまあ、あの観察研究からも、まあ、ランダマイズドコントロールスタイル、まああの、いわゆる無作為化の研究に関しても、えーまあ、あ,のある程度の補聴器によって認知機能の低下が抑制できるのではないかと示唆されるような結果が出てございます。 そのようなことから、まあ、難聴とか聴覚保障機器に関する啓発や、予防とか会議に関する啓発というものを、自備会の中、さらに多診療科の医師、多職種の方々と手を組みながら一般市民の方に向かっての啓発を行うといった形のチーム事業が、去年、2023年度から始まってございます。 えっと、この学会は、あの、日本自民党学会を代表といたしますが、生理学会、薬理学会、公衆衛生学会、老年医学会、老年精神医学会、神経学会、理言語聴覚士協会と、非常に多職種の方々の協力のもとで、え進んでおります。 その中で行いましたのが、あの、これも細かくは資料、お手元の資料の方にあの、お渡ししてございますが、えっと、連携のシンポジウムというものを日本中で行わせていただきました。すべての学会が参加する団体で、連携のシンポジウム、また市民講座を行っていただきまして、 えっと、まあ、あの、各団体において非常にこの領域のご理解の高い方に参加していただいておりますので、えっと、この中、あの、もしご興味があるようでしたら、その先生、もちろん僕からも紹介できますし、えっと、学会からも紹介すること可能ですので、ぜひ、あの、お話を聞いていただければな、というふうに思います。その中で、えっと、まあ、何度か出てきたですね、この神経学会や日日日日なんかでも非常に出てきました。 2023年の6月に成立しました認知症基本法に関することというものがやっぱり大きく取り上げられています。この認知症基本法っていうのは、あの、第一条に認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支えながら共生する活力ある社会、共生社会というと、の実現を推進すると。非常にあの、いい法律だなというふうに思います。 でここで、あの、非常に気をつけとかなきゃいけないなというふうに思っているのが、この下に書きましたがん対策基本法とか、アレルギー疾患対策基本法っていうものは、これ疾患対策基本法でして、疾患そのものの予防とか治療を主たる目的とする対策基本法ではなくて、この認知症をならないようにするとか治療するっていうことももちろん一つの目的ではございますが、 認知症になっても、えっと、認知症の前の状態、MCI の状態になっても、そうなってない方も同じように一緒に支え合いながら生きていこうといったようなことを社会を作るための法律という理解をしていただくと非常に分かりやすいかなというふうに思います。そうすると自備会が実はやることたくさん出てくるというふうに考えております。 でこの認知症施策推進基本計画、この認知症基本法の、あの、対策基本法、あ、対策基本法でごめんなさい。認知症基本法の,の施策を決めていくようなものの中でも、 高齢者の介護予防や生活の質の維持、日常生活、社会生活の活発化のために、重要な難聴の早期発見、早期対応の取り組みを促進するといったことが草案に含まれております。これから、あの、おそらく基本計画が策定されていくと思いますが、こちらが入っていくんじゃないかなというふうに、我々期待しております。また、今年の骨組みの方、骨太の方針ですね、あの、経済財政運営と改革の基本方針2024でも、 癌対策と循環器病対策の次に難聴対策というのを挙げていただきまして、高齢者自身が聞こえづらい状況であることに早期に気づくきっかけづくりや、聴覚補助機器の体験促進を含む対策を進めるということが明記されました。こちらもあの我々にとって非常にこう心強いなというふうに思いながら、我々も一生懸命やっていかなきゃいけないというふうに励まされたように感じております。 でま、加齢性難聴対策を介して、共生社会というものを実現していくためには、聴力低下の予防診断及び適切な改良をしっかり進めなきゃいけないというふうに思っております。このためにですね、えっと、基礎となるデータが必要ということで、まあ、大規模なデータベースを用いた研究、3つほど私が行った研究を少し紹介させていただこうというふうに思います。 でまず一つがですね、あの、まあ、今回の8030運動の一つのきっかけにもなりました、あの、聴力レベルというものが年代によってどういうふうに変化していくかということがお示したようなものでございます。あの、1万人以上の方のデータを解析しまして行いまして、まあ、これ見方としてはこう低い音があって、こう高い音があって、下に行けば行くほど大きい音じゃないと聞こえませんと。 で、あの年齢が下に行くと、まあ当然悪くなっていくわけですけども、まあ女性と男性で少し4000ヘルツの辺に下がったりってことは見て取れました。まあこれって何がわかるかというと、例えばですね、この聴覚管理を、このアプリ実はあのリリース済みでございますが、 えっと、聴力検査やっていただいてこのアプリで写真撮っていただくとそのアプリの中に聴力検査のデータが管理できるようになりますでそうするとあのこのポチッと押すとこのデータが出てきて自分ってあ今年齢相応よりも少しいいのかなとかちょっと悪いんだったらちょっと気をつけなきゃいけないのかなっていうことで、まあ、管理っていうことが可能になっていくのかなというふうに考えています。 また、重症度別の割合も見てみますと、だん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 と、この青が正常で、この赤っぽいのが重たい難聴でございますが、だん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 と年齢を取るにつれ重ねるにつれて増えていき、難聴者が増えていきますが、70代で男女ともに4分の1ぐらい、80代になると半分ぐらいが中等度以上の難聴といった形で、まあ、中等度以上の難聴はしっかりと介入しなくてはいけないというふうに考えられている難聴ですので、まあ、増えていくということが見て取れます。 でまたですね、えっと、これは本当に先日出た論文でございますが聴力レベルと言葉の聞き取りの関係性っていうのを見てみると高齢、まあ、になると頸中等度でも言葉の聞き取りは若者と比べてつまり同じ聴力であってもどんどん言葉の聞き取りが落ちていってしまうっていうことも分かりました。で、まあ、あの言葉の聞き取りの検査つまり「P」って音だけではなくて言葉の聞き取りの検査なんかも重要なんじゃないかなというふうに考えられるようなことでございます。 このようなまあいろんな基礎データからですね、今回一つのテーマでございます。8030という運動、聞こえ8030運動というものを日日の方では始めてございます。今回4つ目の,あのご講演の中で、鳩先生から細かくお話がございますが、少しだけあのこちら触りを触れさせていただきます。この予防受診介入というものが一つのこの3つの柱となりますが、 まあ予防に関してになりますと、まあいろんな因子が影響するというふうに言われていますが、まあ例えばタバコはもう明らかに悪くするということが知られていたり、また糖尿病であるとか肝動脈疾患との関連も知られて、まあ動脈硬化との疾患も知られています。で、また大きく我々取り組まなきゃいけないというふうに考えているのは、まあ騒音曝露によるものでして、 WHO の方でもメイクリスニング政府運動というものを行っています。10億人以上の若者が大きな音での音楽聴取によって難聴発症のリスクにさらされているといったことから、まあ、我々もイヤホン,ヘホン、ヘッドホン、ヘッドホン、イヤホン難聴予防の啓発活動というものをワーキング,グループを作って取り組んでございます。 実際に私の先ほどの論文の中でも、えっと、実は20年間にわたる研究でしたので、前半の10年と後半の10年を見ますと、全体的には実は禁煙などの健康意識の向上によって、聴力というのは少し良くなっている傾向がございましたが、若い者だけですね、この辺になりますが、ヘッドホンとかイヤホンの普及によるものではないかなというふうに思われますが、若年者の聴力が若干悪化している傾向を見て取れました。やっぱり、あの、この辺しっかりと介入していかなきゃいけないのかなというふうに考えております。 でまた受診ですね。えっと受診に関しては、えっと難聴の自覚率っていうのはまあ先進国の中で大体日本10%ちょっとぐらいっていう形で、どの国もそれくらいっていう形でございますので同じぐらいなんですが、実は聞こえに不自由を感じて、まあ難聴を感じた方の中での受診率っていうのが、えー、っと50%切っていうのがもう日本ぐらいでして、まあ日本はなかなかお医者さんにご相談いただけないといった現状がございます。 なかなか僕らにとってはちょっと悲しいというか寂しく感じております。で、じゃあよくあるのがですね、検診を受けていれば大丈夫っていう話もございますが、まあ実は検診っていうものは私のこのデータでよると、まあ80代後半ぐらいだと引っかかると。まあ平均聴力の場合80代後半ぐらいでにならないと引っかからないっていう形になりますので、まあちょっとこれで、まああの大丈夫って言われても本当は問題ないとは言えないんじゃないかなというふうに我々考えております。 検診の中でも、特定検診でも後期高齢者の保険事業の中でも、この聴力というものに関しては問診さえ取り入れられてございませんが、シンガポールではですね、聴力検査5ドルで受けられるようになっています。非常にいいなと思いますが、高齢者検診への問診や聴力検査の導入というものをぜひ目指していきたいなというふうに考えております。でまた、さらにですね、やっぱりあの一般の方々に対して、ぜひ自備科に来てねといった形を、この、 分かっていただくために、7月から、この7月から難聴啓発キャンペーンというものを開始しております、また最後にこのマッチで終わりますけれども、この左にです、ね、聞こえにくさを掘っていくと、掘っておくと、認知症やうつう病、社会的孤立就業機会の創出につながるからといった形で、ぜひ耳鼻科に気軽に来てくださいといった形のことを、一つのテーマとして、啓発を進めてまいりますので、ぜひご支援のほどよろしくお願いします以上でございます。